じゃあ、しょ。さあ、いろんないい選手も見てきたと思うんですが、はい、まあいろんな記録も残されてて、その中で立浪和義が作るベストナイン。ベストナイン。ピッチャーからですか？もちろんです。ピッチャー一人ですか？何で？それはベストナインやから。まあ、自分はまあ個人的にまあ好きなピッチャーと言いましょうか、うん、田中マー君。おお、やっぱ彼はやっぱ素晴らしいですね。こう歴代で、はい、自分はオープン戦で入ってきた時に対戦したんですけど、うん、まあ、その時は多分向こうが緊張してストライク入れなかったんですけども、うん、それから何年かして引退する時に交流戦で、うん、インサイドまっすぐを見送り三振したんですよね、うん、まあ、その年引退だったんですけども、うんうん、このピッチャーやっぱりすごいなと。頭もいいですしね。いろんなピッチャーと当たってきたよね、はい、まあ例えばダルビッシュもいたと思う。ダルビッシュ投手のそのメジャーに行く前、日本シリーズで3三振して、最後の打席はなんか三振するイメージがありましたもんね。やられるね。そんな三振しないんですけど。そうだよね。ああすごいなと思いました。まあすごいんですけど、まあいろいろトータルしてマー君やっぱりずっと活躍してるじゃないですか、うん、でキャッチャーはやっぱりその、まあ、一緒にやってる期間も長かったんですけど、その谷繁選手ね、うん、これはやっぱりそのキャッチングであったり、うん、取ってからのそういう速さであったりね、うん、やっぱその辺はしぶとさとかね、あしぶといもんね、あれだけ試合にも出てきてますしね、うん、これはもうナンバーワンじゃないですかね。古田もいたね。まあ古田さんの方が確かにバッティング的なことを言えばね、うん、全然打っていたんですけども、うん、でもキャッチャーキャッチャーは総合すると守りっていうことを考えると、はい、ね、そうですね。谷繁、はい、谷繁嬉しいだろうね。そうですか。いやそれは先輩からも一緒にやった先輩から認められるっていうのは、ね、ファーストこれはもう、ね、自分たちが高校時代からやってる、これ王さんと行きたいところなんですけど、まあ、自分は木原さんは、やっぱこう時代の流れだよね。俺はやっぱね、王さん見てるから、ね、あれなんだけど、あ、そうなんだ、はい、はい、で、まあセカンドがですねこれ外国人選手もあるんですよ、日本人、まあ日本人で、いや外国だったらちなみに誰、やっぱりロバート・ローズ、横浜にいた、あれセカンドだよ、セカンドです。ああそうか、はい、俺の後だよね。そうですね豊さんももう素晴らしいプレー。いやいやいや、年つけんなよロバート・ローズ、はい、いや、日本人だったら誰、日本人ですか、うん、日本人、セカンド回答、誰ですかね、セカンド立浪でいいんじゃない。いやいや、ダメですよ、僕はもう全然ダメですけど。なんでセカンド、まあちょっと置いとこう。あ、置いてる、はい、サード長嶋さんです。まあそうだよね、やっぱ花があるよね、はい、いやこれはまあ見たことはないと思うけど、いや、なんとなしに記憶はあるんですよ。 あるあります、あります、はい、引退セレモニーも覚えてますし。あ、覚えてる、覚えてます。もっとすごい、ね、小学校の低学年ぐらいだよね。そうです、はい、もう記憶になるので、やっぱり長嶋さんでお願いします。なるほど、はい、ショート来ましたね、歴代ショート、まあ、自分の時代で考えればやっぱりショートで守備大事なんですよね、今の時代だけどね、はい、うん、今の時代で考えてもやっぱ宮本ですか、歴代で、はい、おそれぐらいやっぱ堅実な守備してましたしね。ちなみに言っていい、はい、俺は坂本なの。ああ、そうですねまあトータルしたらね、トータルしたらホームランも30本で首位打者も取ってるショートで、はい、どうしましょういや、松井和夫説もあるんだ。忘れてました、すみません。忘れてたでしょ。忘れてました。だから坂本選手とかがちょうど松井和夫選手に憧れて、ね、そうそうそうっていう時代ですよね、うん、随分古いね、野球選手ですからね。いや、俺もっと古いよ。そんなに変わらないじゃないですか、多分。いや、でも11違うからね、坂本でいいの、はい、もう球史に残るショート。そうですね、なるほど、はい、じゃあ外野手ポジションは別として3人、うん、まずやっぱり松井秀喜、ああ、まあそうだよね、はい、イチロー選手、
入るな。今ね、やっぱり今の時代のこと考えれば、やっぱ柳田選手ですか。魅力的な選手ですよね。そうだね。やっぱりこう、ね、足も速いですしね、うん、もうあの本当にすごく振り回す、あの、うん、なんかこう見たいなと思いますよね。見たい、はい、で監督を、それ監督っていうのは誰、伊達さん何人と監督やったの。1、2、3、4、5人ぐらいですか。5人。誰監督ですか。うん、なんとなしに、うん、まあ、小葉監督とかどうですか。そこ来る。なんでそこ接点ないだろ全然。いや、ないんですけど、僕会ったこともなんかありますし、なんかいいじゃないですか、耐えて勝つというのが、まあね、座右の銘が、うん、いや、野村さんなのかな、あの星野さんなのかなとか思ったけど、こう小葉さん行く、小葉さん、なんか監督っていうらしいじゃないですか、ね、うん、カープの強い時代からね。まあ確かに ね、うん、まあ、でもこの選手であれば誰でもいいんじゃないですか。まあ確かに誰でもいいよ、はい、ただその監督の話で言えば、もうそろそろやれよ。いや、もうこれ自分で決めれないんで。いや、決めれないけど、やっぱりミスタードラゴンズって言われた歴代の、まあ、高木森道さんだとかいるけども、やってないのたっさんだけでしょ今。そうですね、やりたいでしょ。いや、もう辞める前からね、なんか そういう目標は立てて。そうでしょ、やっていたんですけど、ちょっとやっぱ期間が空いたんで、うん、今年で辞めて10年になるんで、うん、まあ、そういうあの野球見る時でも、うん、そういう意識では見てる、ね、勉強してやってますけど、うん、なんかいろいろあるじゃないですか、やっぱり状況がね、まあ、政治的なこともあるし、はい、いろんなことあるけど、ね、それは何、そういう、まあ、例えば中日じゃなかったらやらないとかさ、そういうのはあるの。いや、そんなことないですよ。そんなことないでしょ、はい、まあ、中日の色が強いけどね、まあ、周りの方もやっぱりそういうふうにね、中日のイメージしかないと思うので、うん、まあ、それはやっぱりね、自分結構現役の時たくさん応援してもらったんで、うん、なんとかそういう強いチームを作りたいという。だって今ファンの動員数っていうのは一番少ないのが中日でしょ。そうですね、うん、これやっぱりたっさんがやることによって、また強くすることによって回復していくんじゃないの。そうですね、いや、それは俺自信あるわ。いや、その考え方の自信はね、俺絶対生え抜きはやった方がいいし、まあ、ちょっと頑張っておきます。例えばコーチだったらどうするの。中日ですか、他の球団から。監督によりますよね。あの、まあ、そろそろ自分が尊敬できる方の下であればね、うんうん、ただ勉強もしないといけないですね。それはやるつもりもあるの。そうですね。おお、なるほど。じゃあもう手は広げてるんだ、あとはチャンスを待ってるという。まあ、手は別に特に自分から何も広げてはないんですけど。広げろって言ったら。いや、やっぱり野球で育って一回やっぱりユニフォームは絶対着ないかんよ。そうですね、うん、で野球もこう変わってきてるから、はい、監督だったらどんな野球になりそうなの。まあそんなどんな野球っていうか、達が考える理想の野球っていうのは何。まあ、名古屋で考えれば、うん、やっぱ球場広いんで、うん、ピッチャー陣ね、なんとかしっかり若い選手立て直していきたいなっていうのと、うん、今ね、いろんな方が監督やってますけど、やっぱり2年とか3年の契約だったら、うん、それは誰でもそうですけど結果出したいですよね。うん、それは出したい。となるとやっぱりなかなか今育てないといけないポジションも日帰りになったり、うん、まあ、見てるとずっとここ何年かそうなんですよね、うん、で結果的にそれがずっと、ね、中途半端という言い方失礼ですけど、うん、形になって、ね、B クラスにもいる選手もなかなかキャッチャーとかね、うん、あのセンターラインのポジションが育ってこないところもありますから、あのセンターラインをとにかくしっかりピッチャーを組めた、これはもう当たり前なんですけど、うん、そのためにはやっぱり1年2年はね、うん、急に結果というよりもそんな簡単にいく世界ではないと思うので、 そうだよね、そのやっぱり準備しないとなかなか特にドラゴンズの浮上は難しいのかな。両サイドは極端なこと言えば、ね、うまく外国人にはまれば、うん、そうだよね、何とでもなると思うので、まあ、あとはやっぱり一番勝負ごとで大事な、もっともっと勝ちに対して貪欲になるような意識をもっと植え付けていかないと、うん、や
っぱりプロって甘くないじゃないですか。まあそうそうだ ね厳しかったらしいもんな、選手の時からちょっと良くてもやっぱり長続きしないし、レギュラー取っても短い選手が多いんで、やっぱそういう強い選手作っていきたいですよね、うん、それは星野さん型になるのか。いや、ある程度のやっぱ厳しさって大事だと思うし、いや俺は大事だと思う。やっぱ厳しく愛情を持って、うん、やっぱりね指導していかないと、うん、厳しいばっかりでももちろんね、うん、なかなか難しいと思いますし、やっぱ初めが肝心ですからね。やっぱ入ってきた選手はプロというのはこういう厳しい世界だよっていうことをやっぱりちゃんと教えてあげないとですね、うん、もうそうですね、そんなあんまり厳しい環境にいなかったわけですから、うん、楽しくできる世界じゃないもんねと思いますけどね。もう競争の世界だからね。だから若い選手がねシリーズとか今いろんな試合で大舞台で楽しんでやりますっていう、うん、ね、よくそういうコメント聞きますけど、まあ、それも確かに考えてみればどうせプレッシャーがかかるんだからそういう意識でやるっていうのもありかなとは思うんですけども、でも長くやってたらそうはいかないですよね。そうはいかない。失敗を積み重ねてプレッシャーを感じて、うん、で責任ができてな、ね、うん、だから何年もやって、ね、最後やめ際に楽しくやるぞっていうぐらいのね、うん、いいかもしれないですけど、そんな甘い世界じゃないので、うん、そうだね、はい、まあ、ぜひね監督を実現させてもらいたいと思う、はい、本当に、はい、その時は何、何番つけたいの。もう何番でもいいですね監督だったはい、立浪の監督の姿を見たいと思います。よろしくお願いします。